鉄火は、鉄によって作られた貨幣のこと。東洋において発行された鋳造による穴船は、鉄線とも呼ばれる。古代イギリシャでは、小額の貨幣として、鉄串が流通し、鉄鉱山を持つスパルタは、リュクルゴスの時代に鉄棒を、唯一の貨幣と定めて、貴金属を国家が独占した。プルタルコスの伝承によれば、スパルタの鉄棒は一本の重量が一へみみなで、あり。 取引で輸送の負担が大きかったとされる。十ペニヒ鉄か1917年後ペニヒ鉄か1915年第一次世界大戦後のドイツにおいては物資の不足のため1915年から1922年にかけて5ペニヒ及び10ペニヒの鉄化が発行された。また同じデザインで1916年から1922年に かけて10ペニヒの亜鉛化も発行されている。また、第二次世界大戦後、ドイツ連邦共和国では1948年から1ペニヒのドーバリスチールのクラッドメタル化、1949年から5ペニヒ及び10ペニヒの大ーーバリスチール化が、ユーロ導入によりドイツマルクが廃止されるまで発行された。100リラ1957年イタリアでは1905。なお、 同じサイズの50リラ及び100リラのステンレススチール化がバチカン四国からも発行され、これらはイタリア国内でも通用した。中国の貨幣制度史も参照中国においては古くから鉄線が作られていた。例えば、新末の混乱時に市線に成立した高村術の政権は鉄線を鋳造し、南朝張りの普通予言には銅線を廃止して鉄線に切り替えたために、 偽金が流通して経済が混乱したとされている。また、当の時代には、鉄改元と呼ばれる鉄の改元通報が、市中線として鋳造された。五代十国時代の地方政権においても鉄線が鋳造される場合があった。宋の時代には辺境であった支線、先生などで用いられた。これは、銅線の国内需要増大に対応するための、側面と国境地域より、 国外、特に、僧と対立関係にあった、領や成果などへの流出を阻止する狙いがあった。また、四川の場合、地理的に他の地域と隠していたこと、五色の構成13年以後、鉄線が導入され、銅線と銅価値として通用させられていたことなどが、背景として挙げられる。北僧はと、を平凡した、監督三年以後、四川の銅線を改修して鉄線に変更する。 政策を取ってきたが、開けたから3年に、鉄線の本格駐造と銅線の支線への持ち込みを禁じて以後、支線の鉄線地域化が本格化した。その後、規制の強化と緩和を繰り返しながら、民間からの銅線放出と、鉄線流入を進め、太平広告7年には、租税の納付をはじめ、すべての取引が鉄線で行われ、銅線の使用が完全に禁止された。その後、 純化5年に、生きで用いるための銅線の工程比化が1対10とされ、慶徳二2年には、鉄線10枚すなわち、銅線1枚と等価とされた慶徳あたり10、大鉄線が鋳造された。その後、北宋末期の混乱を経て、南宋に入ると、支線においては1対2の工程相場が用いられるようになり、鉄線のみが流通する貨幣システムが南宋末期まで続いた。 一方、先生においては、喜び歴元年に、大聖火戦争の軍備調達を名目として、鉄線導入が開始され、当初は、通常の古代螺戦と10枚分に相当する、当十線が発行され、同線との相場は1対1であったが、たちまち市中線の出現などによって経済に混乱を、きたした。これは、が線と違い、中原の他の地域と、陸路、 水路での交通が比較的容易であったために、銅線の流出入が激しく、銅線自体が民間から消えてしまった視線とは違い、鉄線を使わなければならない、必然性が乏しかったこと、不適切な相場によって渡し抽選によって、リザ屋を稼ごうとする動きが盛んであったことが挙げられる。このため、何度か鉄線の発行停止や工程相場の変更などの措置が取られ、 火油4年に大銭を小銭2枚分として、銅銭との相場を1対3に確定させることで、ようやく収束した。その後も、銅銭流通の禁止が導入されたり、廃止されたりを繰り返したが、成功元年に、最終的に、銅銭禁止政策が放棄された。その他にも、加藤でも、先生と同時に、鉄線導入が行われたが成功せず、一時的に、 同線と鉄線の兼用地域とするに止まった。また、数年2年に、再計によって、先世加藤に導入された鉄に、鉛鈴を混ぜた、京鈴税には、使用地域の拡大が目指され、数年4年同5年及び、聖和3年同6年には、全国的に施行され、結果的に、全国経済を混乱させた。これは、 当時の政府による収奪強化とする見方がある一方で、銅線原料の確保が困難となる中で銅線にカワール貨幣を模索しようとして成功しなかったとする見方もある。なお、市線では商人たちが重量のある鉄線による高額取引を避けるため一種の約束手形を発行した。これが講師であり、後世の紙幣のルーツとなった。 江戸時代の参加制度も参照官営通り、宝鉄一文銭日本では、校長十二戦以来、銅銭を基本として、後に必要に応じて金銀もしくは、総銭のような外国銭が用いられてきた。江戸時代に入ると、銅銭と金貨、銀貨の三本立てによる参加体制が確立された。だが、金銀銅の算出量の減少に伴い、原文四年に、 関営通報の鉄線が鋳造され、銅線と銅価値とされた。江戸後期においては、仙台通報や函館通報など、諸藩の地方貨幣でも鉄が用いられる例が見られた。幕末の万延元年には、製鉄四分線と呼ばれる関営通報も発行されている。なお、当時の人々は、鍋の材料である鉄で作られた線ということで、鍋銭とも呼んだ。 幕末になると、銅線と鉄線は、同価値での通用ではなく、相場ができ、銅線に比べて鉄線が相対的に低価値となっていった。明治政府は明治4年に定めた進化条例において、鉄線1分線を1、16輪、4分線を1、8輪として通用させたが、明治6年に大上官からの指令で、勝手にいつぶしても差し支えないとされ、 事実上の貨幣の資格を失い、明治30年の貨幣法によって法的にも通用が停止された。明治以降、鉄を含む貨幣が新たに発行されることはなく、現在の日本の効果にも鉄を含むものはない。ありがとうございます。